皆さんこんにちは。今日なんですけれども、以前ノアボクシーのラゲッジでご紹介したこちらのマックスインのポータブル冷蔵庫、今日は主にバッテリーですね、こういった外で電源が取れない場所で使った場合のこちらのレビューということで皆様にご紹介をしたいと思います。今回はこちらマキタの互換バッテリーとこのアダプター、これ以前ご紹介できなかったんですけれども、今回こちらの方を準備して、かつこちら満充電にした状態で今日こちらの方を使っております。でさらにこちらの方のマックスインの専用のバッテリー、両方とも満充電にした状態で朝から使っておりますので、この条件下でのポータブル冷蔵庫のレビューということで皆様にご紹介をしていきたいと思います。まずこちらの使い勝手ということで、今日のいきさつからなんですけれども、朝こういったものを買いました。中見ていただきますと、こういったチョコレート、まあ、こういったところですとこういうのを買うと今の時期ですと溶けちゃったりして食べれなくなったりすることもあるわけなんですけど、まあ、こういったものも持ってこれますし、まあ、こういったチョコレートですね、まあ、子供さんが多い方にはこういったものが準備できると。でこういう、あとはこんにゃくゼリーとかで、あともちろんこういった飲み物ですね、まあ、こういったものを持ってくることができると、まあ、いうことになります。で今回こちらの方なんですけども、次の設定の条件でご紹介するんですが、こういうガリガリ君とかですと、ちょっと長い時間保冷するという意味においては持ち運びするのはちょっと厳しいかなという気がします。短い時間内でマイナス20度で設定して持っていくっていうことはできるかもしれないんですけど、長い時間帯になってしまうとやはり溶けてしまうということがあるかなと思います。まあ、こういったものを朝11時ぐらいに買い出しに行って、この冷蔵庫の中の温度なんですけれど、今ちょうど3度ぐらいになっています。で設定なんですけど、ちょうど0度ですねに設定していて、で一番エコの状態にしています。でバッテリー自体は2つありまして、もう一度開けますけれども、こっちのマキタの互換バッテリーとマックスインのバッテリー、この2つがありまして、でこちら両方とも電圧とバッテリーの残量の表示ができるようになっています。でこちらのマキタの方が 18V のバッテリーなんで今 17.6 と、でこちらの方のマックスインのバッテリーが今 10.5V ということになっています。で残量はこちらが1メモリで、こちらが今2メモリ残っているといった状況になっているということになります。であとはこちらの方なんですけど、バッテリーのこのリミッターの設定っていうのが、電圧リミッターですね、設定もできるようになっています。ここ今ミディアムにちょうどしてあるんですけれども、あまりローにしてしまうとこちらの下放電にしてしまってバッテリーの寿命が縮まってしまうということもありますし、今度こちらのハイにしてしまうと短い時間しか使えないといった状況にもなってしまうので、まあ私はミドルにしてといった状態になっています。まあこの状態で11時ぐらいからですね使って、で今ちょうど時間的には2時ぐらいかなってますんで、12時、1時、2時なんで今3時間ですね。で3時間使って今こういった状態なんで、やっぱり外で使うときと家で使うときとで外気温も当然変わってきますし、ここの冷蔵庫の中の温度も当然変わってきてしまうんで、バッテリーの消費電力としてはやはりこう大きいなというのはあります、正直なところ。で実際家でこちらの方なんですけれども、どのぐらい持つかということで、まあ、あくまでも温度変化が少ない状況の中での話になっちゃうんですが、前回の動画でもご紹介した通りで、こちらのバッテリーですと25度、室温が25度で、で満充電の状態で、でモードがエコの状態で0度設定の状態にしておくと最大で16時間ぐらい持つというお話をしました。で2つ使うことによって32時間持ちますという話をしました。でそれに対してこちらの方のマキタの
互換バッテリーは、だいたい6時間ぐらいですね。なので、この2つを使うことによって、だいたい24時間ぐらい。で、もっと伸ばしたかったら、このマックスインのバッテリーをもう一つつけて、この2つ使うことによって32時間というのが、まあ最大の使える時間になります。なので、あくまでもそれはエコの時の話で、設定温度が0度ということで、で、かつ、ここの電圧リミッターの設定っていうのは、ハイの状態かな。その時は、家で使ってた時は、ハイの設定の状態だったんですけれども、まあ、そのぐらい持つと。でも実際にもうすでに3時間しかまだ使ってないんですけど、まあ、見ていただくと、もうすでに、マキタのバッテリーも一メモリですし、マックスインのバッテリー自体も今2メモリということになってるんで、やはり外で使うとなると、より一層、バッテリーの消費電力っていうのは大きいと、まあ、いうことが言えるかと思います。まあ、これは別にマックスインの製品に限らず、他の製品もそうだと思うんですけれども、家で使っている時とやはり外で使う時とでは、やはり環境の変化によって、バッテリーの消費電力の差っていうのも大きく出るということで、やはりリアル実際使ってみないと、まあ、わからないということもあるので、まあ、今回、私が使ってみた結果としては、まあ、3時間使って、今、このぐらいのバッテリー残量と、まあ、いうことになっているということになります。で、気になる中の状況なんですけど、今0度なんですけど、かなりキンキンには冷えています、十分に。うん、全然ぬるいなっていうことも全然ないですし、飲み物を、こう保冷するという意味においてはもう十分ですし、もちろんこのお菓子、チョコレート関係、こういったものを保冷するという意味においてはもう十分な性能を持っていると。で、若干この辺の壁の部分なんですけれども、少しこう霜が降りているような、そういった状況になっているので、保冷性能としてはもう十分すぎるぐらいの性能をしっかりと持っている。で、かつこれ、閉めて、バッテリーが切れたとしても、閉めた状態でも、大体、そうですね。家で試した実績としては、8時間ぐらいかけて、0度から16度まで下がるような設定。まあ、室温としては、まあ、25度という設定ではあるんですけれども、まあ、そのぐらいの保冷性能を持っているので、バッテリーがなくなったとしても、すぐにこの中が暖かくなるということはならないので、まあ、十分保存するだけの能力というのは、十分に持っているということが言えるかと思います。バッテリーの減り方なんですけれども、例えばこっちが初め電力が供給されるとなると、こちらがゼロになったらこっちに切り替わると思ってたんですけれども、どうもそうではなくて、これとこれが両方とも同時に減っていくような、まあ、そういった感じになっているようです。実際ここを使ってみて、ここのところのインジケーターを見ていただきますと、このように今この冷蔵庫の中が今3度になってます。で、ここのレベル残量が今1メモリ LR で1メモリになってまして、で、こちらの方の電圧が今 17.6V で、こちらの電圧が 10.3V ということになってるんで、まあ、両方とも一緒に使いながらバッテリー電力の方がまあ、消耗しているという形になっています。で、今度、チャージするときなんですけれども、付属のアダプターを使うときにチャージできるのは、こっちだけになります。で、これがついちゃっていると、このバッテリー自体もチャージができないので、一回こちらを外す必要っていうのがあります。で、これを外した状態で、付属のアダプターを使うと、チャージをしながら、冷蔵庫を使うこともできますし、もしくは冷蔵庫を使わない場合でしたら電源オフでチャージだけするということができます。で、これ自体はマキタの互換バッテリーということで、別のチャージが充電器がありますので、そうしますとこれ1時間でチャージができてしまいます。で、1時間でこの冷蔵庫でいうと1時間でチャージを行って、で、使える時間がまあ、最大6時間と、まあ、いうことになりますので、まあ、結構持つ時間っていうのはもちろんこれに比べるとかなり短い。これが最大で16時間ということで考えると、こちらは6時間ということなので10時間程度の違いっていうのがあるわけなんですけれども、ただしこっちの方は1時間でチャージが済みますので、入れ替えながら使うという意味においては効率が高いと思います。
で、こちらのバッテリーというのは、だいたいそうですね、前回の動画でもご紹介してるんですけれども、フル充電までにだいたい6時間ぐらいかかりますので、まあ、バッテリーの充電時間というのは少しかかるかなといった状況になっております。はい、それでは最後なんですけれども、これ実はこの間、フルで使うの2回目なんですけれども、実はこの間、ゲリラ豪雨がありました。で、これ結構考えられてるなっていうところは、これ雨降った時に、こっちはね、やっぱり水が入っちゃうんですよね。ここのところの水を見ていただくと、ここから雨が浸入してしまうので、雨が降ると、この中に水が溜まってしまうんですけれども、こっちのバッテリー側に関しては、これ見ていただきますと、このように、ここ溝が掘ってあって、雨が浸入しないようになっています。なので、ちょっとしたぐらいの豪雨、ゲリラ豪雨的な雨ぐらいだったら、全然この中に水が入ることもないですし、また、ここのパネルのところなんですけれども、ここが濡れても全く問題なく使えていますので、この辺は雨にちょっとぐらい濡れたとしても問題ないということで、しっかりとアウトドアとしても使える仕様のものとなっております。はい、ということで今回はこちらのマクシンの新商品ポータブル冷蔵庫のご紹介ということで、今回はマキタの互換バッテリー、それからマクシンのオプションのバッテリーをフル充電で使った場合の野外での使い勝手ということでレビューをさせていただきました。こちらの製品の詳細は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。